プロです。今回は大腿直筋を鍛える種目であるリバースノルディックカールの解説をしていきます。大腿直筋は大腿四頭筋と呼ばれる太ももの前面につく筋肉の4つのうちの1つになります。で、大腿直筋が他の3つと違う点というと、スクワットであまり刺激が入らない、レッグエクステンションなどでも刺激が入りにくいといった、大腿四頭筋の中でも他の3つとは大きな違いがあります。その理由が、大腿直筋が二関節筋と呼ばれて股関節と膝2つの関節をまたぐといった特徴を持っているからです。で、他の中間抗筋、内側抗筋、外側抗筋、これらの大腿四頭筋の中の3つというのは股関節をまたがず膝関節のみまたいでる筋肉なので、1つの関節しかまたいでないということになります。そして二関節筋であることから、大腿直筋の作用というのは他の大腿四頭筋の3つと違って、股関節屈曲、膝関節の伸展といった2つの作用を持ちます。逆に他の大腿直筋、内側抗筋、外側抗筋というのは主に膝関節の伸展のみに働きます。まあ、股関節の、大腿直筋の股関節屈曲などの作用は腸腰筋も同じような働きを持ちます。大腿直筋の起始は、股関節部分は下前腸骨棘といって骨盤の前の出っ張りのちょっと下の部分からと、あとはもう一つ寛骨といって骨盤の骨の前側につきます。で、そこから下下っていって、膝関節のところで他の大腿四頭筋の腱と合流して、膝をまたいで脛骨のこの前側ですね、ここにつきます。では冒頭で言ったスクワット、レッグエクステンションで大腿直筋がなかなか鍛えれない理由というのを解説していきます。で、今回大腿直筋を効果的に鍛えると言ったのですが、キックとか筋肥大とかそういった表現の意味ではなく、収縮伸展の動きが大きく行われているかといった意味になります。なので、そのあたりはご了承ください。ではスクワットの動きで大腿直筋を見ていきます。まずスクワットの動きというのは基本的に直立姿勢から始まります。で、この状態から動きとしては股関節屈曲、曲げていく動作ですね。で、膝も曲がって、体幹も曲がってといった状態でしゃがんでいきます、このような動きになります。で、立ち上がるときは膝が伸びて、膝伸展、股関節伸展、体幹も伸展といった動きで、まあ、ざっくりですけど起き上がっていきます。で、この時の大腿直筋を見てもらうと、大腿直筋この股関節の前から膝をまたいでつくのですが、この距離感っていうのは、まあ、ほぼ変わらない。このスクワット動作では大腿直筋股関節の前から膝関節をまたいでつくのですが、このしゃがんでいく動作、立ち上がる動作に対して大腿直筋は大きなこう収縮伸展という動きが出にくくなります。スクワットでしゃがんでいく動作というのは股関節屈曲の動作なんですが、この時は大腿直筋が作用して股関節屈曲しているのではなく、スクワットの動きとしてしゃがんでいるだけなので、大腿直筋の作用で曲がっているというわけではないです。立ち上がるといった動作では股関節伸展、膝関節伸展といった動きが使われるので、大腿直筋の作用である股関節の屈曲といった作用は、働かないことになります。では次にネックエクステンションで大腿直筋が働かない理由について解説していきます。まあ、ネックエクステンションのマシン座ってもらったら分かるんですけど、ここ基本的に股関節屈曲位から始まります。まあ、股関節は普通この位置から始まって、屈曲動作っていうのはこの動きになるんですけど、ネックエクステンションでは初めから屈曲位のスタートになります。なので大腿直筋の持つ股関節屈曲の作用というのはもうすでに、初めから股関節屈曲しているので作用しにくい状態となります。で、ここで膝関節の伸展、レッグエクステンションの動作を行うことで、まあ、単純に膝の伸展、屈曲の動きがほとんどになるので、働いているのは、まあ、もちろん大腿直筋の膝関節の伸展といった作用もあるのですが、内側抗筋、外側抗筋、大中間抗筋といったように大腿四頭筋が全部、働くことで、大腿直筋の股関節の屈曲の動きは出ないので、あまりこう効果的に鍛えることができないといったイメージです。で、少しこうライブ中にも質問をいただいたんですが、膝伸ばした後に戻していく動作ですね。戻していく時にお尻を浮かすと、この大腿直筋に刺激がいく、まあ、股関節伸展方向に動くからですね、いくのではないかといった、ことを聞かれたのですが、ほぼ動きというのは出てないので、戻して、で、はい、股関節伸展といった形でほとんど動きは出てないので、そんなに大きな刺激っていうのは、かからないと思います。逆にこうお尻固定した状態で動かしてないので、ほ
他の部分ですね、腰とかに負担かかりやすくなったりすると思うので、あまりこう、故意にお尻を浮かすというか、でそういった形でやるのはおすすめできないです。でお尻を浮かすことによって次の動作のチーティングにもなってしまうので、まあ、なるべく普通にやってもらうのがおすすめです。では、大腿直筋を効率的に鍛えるための種目のリバースノルディックカール紹介していきます。で今回はこのリバースノルディックカールは大腿直筋に伸長性の刺激っていうのを与えていきます。まあ、イメージしてもらうとルーマニアンデッドリフトでハムストリングスを伸ばして伸長性の刺激を与えると同じようなイメージです。やり方としてはまずは足の甲、地面につけてもらって、これ、まあ、別に指で支えてもらっても OK です。まあ、今回は足の甲をつけるバージョンで説明します。で膝90度曲げてもらって、膝股関節体幹部まずまっすぐに保ってもらいます。でこの状態でお尻と腹筋にしっかり力入れます。でイメージとしてはお尻はお尻の穴を締めるようなイメージで、腹筋はちょっと体グッと丸めるような、軽く体丸めるようなイメージ持ってもらったらいいです。でこの両方に力入れることによってリバースノルディックカールので起こる腰痛やフォームの乱れを予防するので、必ずこれは行ってください。で体をまっすぐに保ってお尻に力入れて体幹部にも力が入れば、この状態のまま後ろにもたれるように体まっすぐ倒していきます。で大腿直筋に伸長刺激が感じればまっすぐのまま戻る、体まっすぐの状態でゆっくり後ろにもたれていってまっすぐ帰る、体まっすぐ保った状態で戻る、で OK です。で注意してほしいポイントが、この運動結構強度が高くて、あと大腿直筋とか柔軟性がないと結構腰痛める原因にもなるので、初めは無理に広い可動域取らないように気をつけてください。なので NG 例としては腰を反りながら倒れてしまう、これは NG ですね。であとは、お尻がかかとにつくような形で下がってしまう、こういった形で股関節が屈曲してしまうと、先ほど言った通りレッグエクステンションとかスクワットと同じような状態になってしまうので刺激がかかりにくくなります。なので意識としてはしっかりこう体幹部まっすぐに保ってもらって、お尻とお腹力入れながらゆっくり持たれていって、無理ない可動域のまま動作を行う、大腿直筋に伸長刺激を感じれば戻るといったようなイメージです。ちょっと角度変えてみます。リバースノルディックカール10回するのもかなり難しいとは思うんですけど、初めは何も持たずに10回2セットぐらいできるようになるまでしっかり丁寧にやってみてください。でそこから手が出てくると、こういった形でプレートを持ってもらいます。でプレートを胸の前で抱き抱えてもらって、この状態で同じ動き意識してもらったら、OK、これで荷重の効果がかかるので、まだ負荷が増えるので、こういった形でプレートを抱えながらやってもらうのもおすすめです。以上が大腿直筋を鍛えるリバースノルディックカールになります。冒頭でも言った通り、スクワットやったりレッグエクステンションで、あとレッグプレスでもなかなか大腿直筋というのは効率的に伸長収縮の刺激を入れることっていうのは難しいので、ぜひメニューに取り入れてみてください。その他にも体幹部をまっすぐ保ちながら動作を行うことによって体幹部の安定性の強化にもなったりとか、あとは大腿直筋の柔軟性を向上させるといった目的もあるので、例えば股関節のインピンジメントなので、スクワットでしゃがんだ時に股関節の詰まり感や痛みがあるという方は、この大腿直筋の柔軟性不足というのが原因も考えられるので、今回はリバースノルディックカールをゆっくりやってもらうとか、あとは大腿直筋のストレッチしっかりやってもらうこともおすすめです。かといってこう無理な可動域広げようと思って大きく動くのは逆に腰を痛める原因にもなるので、ゆっくり自分でコントロールできる範囲でしっかりトレーニングしてみてください。無理に広い可動域を取ろうとすると、このように腰が反ったりとか、
やばい。今回いくで、はい、腰反ったらいいですか。あの無理だと絶対クッソ連か可動域広く保つの、はい。